明けましておめでとうございます。滋賀15です。本年もどうぞよろしくお願いします。ということで今日も滋賀15のツボをやっていこうと思います。まあ新年ですけど、やっぱりいつも通り言語学の話をしようと思うんですが、まあせっかくなんでね、タイトルにもあるようにおめでとうっていうね、この言葉をちょっと言語学的に考えていこうと思います。おめでとうってまあ当然めでたいと関係があるなーっていうのはわかりますよね。でめでたいっていうのはめでるっていう動詞があって、でそれに何々したいっていう体がついてるってことですね。でめでたいになってると、でそれで丁寧を表すおっていうのがついておめでたい、でそれの変化形がおめでとう。まあなんとなくそれはわかると思うんですが、じゃあこのおめでとうっていう形自体は何なのかというと、これは連用形と言われるものですね。いわゆるまあ国語とかで習うものですよね。用言に連なる形と書いて連用形ですね。でめでたいっていうのは、めでる自体は動詞ですけど、たいっていうのをつけると形容詞になるので、まあめでたいは全体で形容詞で、でそれの連用形が、まあ、おめでとうになってるわけですが、でも普通は形容詞の連体形って言ったら、早いに対して早くとか、暑いに対して暑くというふうに、このくっていう形が出るはずなんですよね。でもこのおめでとうではくではなくてうっていう音が出てるんですね。これはどちらかというと関西方言の特徴ですね。西日本的と言ってもいいかもしれません。早くしろというところを早しと言ったり、暑くなったというところを暑なったと言ったりするんですね。これは早くとか暑くっていうくのついた形が元になって、関西方言の方では音変化が、まあ、進んだというか起こったというふうに説明できるんですね。つまり連用形のこのくという形の形、子音の形が落ちて、はやうとかあつうとなって、で特にこのはやうの方はこのあうっていう母音の連続が、あうがおうっていう音に変わったんですね。で、はようになってると。まあ、日本語ってね、母音の連続を結構嫌うんですよね。だから、あうっていうような母音の連続があると、まあ、長母音に変えたりすることがあります。なので、おめでとうというのもこれと同じ変化が起こってて、もともと、おめでたくという形だったのが、K の子音が落ちて、おめでたうになって、会うの母音連続が長母音に変わっておめでとうになってるってことなんですね。このね、会うの母音連続が O になるっていうのがちょっと納得できないかもしれませんけど、これ日本語だけではないんですよね。英語でもあって、例えばね、自動っていう意味のオートっていうのは AUTO みたいな綴りですよね。まあ英語でも結構 AU という綴りでおうと発音するものがたくさんあって、まあこれはつまり昔の英語では会うと発音してたものが現代英語ではおうとなってるっていう、日本語と全く同じことが起こっています。なのでおめでとうっていうのは関西方言といえば関西方言なんですね。でこういうね、挨拶表現というか決まりきった表現っていうのは関西方言から受け継いでるものが多いですね。まあこれは当然昔中央と言われる土地というかね、場所が京都だったためですね。おはようもそうですね。おはやくがおはやう、おはようになってたり、ありがとうっていうのもありがたくがありがたう、
ありがとうになってるってことですからね。割とね、挨拶表現ってこういう形容詞の連用形が使われてて、しかもそれが関西方言に由来してる。で、おめでとうもそういった類のものであるということですね。ほいでね、おめでとうの面白いところは、まあ、形容詞の連用形が使われてるっていうのもそうなんですけど、先ほどめでるにたいがついてめでたいっていうような言い方をしたんですが、これはね、古語に遡るとめずっていう動詞だったんですね。これはね、下二段動詞と言われるものですね。覚えてらっしゃいますかね。現代日本語では二段動詞っていうのはなくて一段動詞しかないんですよ。めでるっていうのは、まあ、一段動詞なんですが、その先祖にあたるものは二段動詞となっています。で、一段と二段って何のこっちゃってことですが、めでるの方は、まあ、えっていう母音しか出てこないんですね。未然形はめでない。連用形はめでます。終止形、連体形めでる。仮定形めでれば、命令形めでろですかね。っていうふうに、全部でっていう音しか出てこないんですけど、昔の日本語に遡れば、めずっていう形で、すなわち二段動詞で、二段ってことは二つの音が出てきたんですね。えっていう音に加えて、うっていう音も出てきていました。なので、古典の時代だとおそらく、未然形はめでず、連用形めでけりかな？終止形めず、連体形めずる、依然形ですね。仮定形というよりは依然形はめずれ、命令形はめでよっていうふうに、このずっていう音とでっていう音の二つの音が出てきてたので、二段動詞、まあ、二段活用と言われてたんですよね。まあ、もっとね、細かく言うと、めずではなくて、めるっていうような発音だったと考えられてますね。まあ、時代が下るに従って、めるっていうのがずっていう発音に変わったと。まあ、もっと一般化して言うとですね、昔の日本語は、現代日本語に比べて活用がもっと多かったんですよね。今の日本語はね、まあ、三つですね。三つの活用パターンしかなくて、五段動詞と、まあ、これグループ1の動詞とか言われたりするもので、日本語教育で。一段動詞、あるいはグループ2の動詞と、下辺左辺っていう不規則動詞。これはグループ3の動詞と言われるものです。この3種類しかないんですけど、昔の日本語、つまり古典で習う日本語だと、四段、上に下に、上一下一、それに加えて、不規則動詞というか、変格活用が、下辺左辺なへんらへんっていう風にね、今何個言いましたか？9つですか？9つの活用があったんですよね。で、それが時代を下るに従って、どん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 統一化されていって、まあ今言った、めずっていうのももともと二段動詞だったものが一段動詞になって、まあ全部二段動詞は一段動詞になっちゃったんですね。結構、日本語史上大きな事件なんですけど、下辺と左辺はそのまま不規則動詞で残ってて、な辺とら辺、まあ死ぬとか、ありっていうのは全部五段動詞になってしまいました。こういうふうにどん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 活用のパターンが整理されて、現代語に近づくにつれてシンプルになっていったんですね。これはいずれ一つになることがあるんですかね。どうだろうな。今んとこ割と落ち着いちゃってるとこありますね。五段動詞と一段動詞で。ただね、一部この五段動詞と一段動詞の、まあ、融合というか、中和というか、そういったものが起きているところもあって、例えば五段動詞、行くみたいなものは、仮定形と命令形が同じ形で、え段の音が出てくるんですよね。行けばの行けと命令形の行けですね。この二つって同じ形なんですよ。で、人によってはね、このルールを一段動詞、例えば、見るとか食べるっていうのに適用して、命令形を見れとか食べれっていう人もいるんですよ。で、これは仮定形が見ればとか食べればなので、その形を命令形でも使うっていう五段動詞のルールを適用して、
見て食べれと言ってるわけですね。こういうところを見ると、もしかしたら徐々に一つの活用パターンに収まっていくかもしれません。ちょっとそこまで言えませんけどね。というわけで、今日は明けましておめでとうのこのおめでとうからいろいろ日本語の面白いところを見ていきました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。今年もどうぞよろしく。